やっほー。ゴキブリ紳士みそじちゃんよ。デュビアの繁殖と販売でミリオネアを目指すなんてこの動画で言い続けてはや1年が経過したわ。1年間応援し続けてくれたみんな。マジ感謝。今日はそんな私が2023年何をしてきたか。2024年は何をしていくかっていう話をしていくわ。詳しいデュビアちゃんの終始の話と1年間で YouTube どれだけの人に見られるか。 れたかっていう話はまたた来来週週動画にししてていいくからよかったららっっもチェックちちゃってちょうだいまず2023年、デュビアの繁殖と販売を始めたわ。今まで自分のペットに食べさせるためにデュビアちゃんを管理するってことはあったんだけど、販売するために衣装ケース8個分ぐらいのデュビアちゃんを管理するってのは 人生で初めての経験だったわね。ネットでデュビアちゃんの販売を始めたのも2023年。デュビアちゃんをネットで売るってのも人生で初めての経験だったわ。いろいろとね、失敗もしたけど、おかげさまで低評価なしで1年過ごせたのは、我ながらよくやったと思うわ。この YouTube を始めたのも2023年だったわね。デュビアちゃんを 販売したらこれだけ儲かりましたよっていう人が多かったけど私みたいに今からこの子たちを使って金持ちになってやるぜみたいなチャンネルは私のチャンネル以外にあんまりないから我らがらなかなかいいセンスしてたんじゃないかなって思うわなんだか今日あれね字が自,自賛が止まらないわね2024年私の目標は いろんな県の生き物販売イベントに参加したい。いろんな県のイベントに出ることが目標って言ったけど、他にもあと二つ目標があって。まずは、このチャンネルの収益化。みんなのおかげで700人近くのチャンネル登録者が集まったわ。せっかく700人集まったなら、あと300人増やして、このチャンネルを収益化したいっていうわけ。2024年したいことパート2。 自社サイトの立ち上げで、ね、今まではヤフオクなんかでデュビアを販売してたんだけど、自分のサイトでデュビアちゃんだったりペットローチ、あと私のグッズなんかを販売するってのに、最近すごく興味が湧き始めてるんだけど、やっぱりそれをするにはもっとたくさんのデュビアちゃんの在庫だったり、ペットローチの在庫。 あとは、私の知名度なんかも必要だと思うから、2024年は、たくさんリュビアを増やして、たくさん YouTube を更新して、いろんなところにゴキブリを売るっていう、普通に過労死しそうな一年にしていきたいわ。私が言っちまったら、ゴキブリ層にしてちょうだい。てなわけで今日の動画は以上よ。ゴキブリ紳士のみんな、これからもよろしくね。